さあ始まりました、ケイスケのクラクラ実況局。実況を担当させていただきます、私クラクラチャンネルサブリーダーことケイスケでございます。お願いします。今回はですね、私ケイスケ真面目に自分の攻めを徹底解説実況の方していきたいなと思います。まずはこちらのベースですね、名古屋国際連合さん、風天の虎さんのベースを全開させていただきました。戦術としてはゴーレム4体のゴレホグですね、五段の式と呼ばれる戦術でございます。それでは早速見てみましょう。まずは久慈川の方、ゴーレムとウィザードを並べてサイドカットと中の防衛施設を削っていきます。そして七時側、こちらもゴーレムとウィザードでサイドカットと中の防衛施設を削っていきます。そして今回はですね、ここの6時側のウィザードタワーと大砲の下のエリクサータンクとポンプの間に、テスラが入ってきて、そちらにゴーレムを当てていくんですけれども、こちら早めに投入してしまうと、ここのアーチャークイーンからターゲットを取られてしまって、あのゴーレムがすぐ溶けてしまうんですね。なので今回は4体目のゴーレム投入の方を少し遅らせるのを意識して投入しております。はい、そして辻側アーチャークイーンを投入して中に入れていきます。ジャンプを落として中に入れていきます。そして今出ましたね、ゴーレム4体目出したんですけれども、もうこの時点でゴーレム体力が半分以下になってます。なのでこういった事態が起こりますので、なるべくゴーレムは中盤以降やっぱ残ってると、あのターゲットを取ってくれてホグライダーを守ってくれるので、こういった風にちょっとでも遅らせたりとか、あとターゲットを分散させてあげて、ゴーレムの体力をなるべく長持ちさせてあげるっていうのを意識させると、結構全開取れる確率が上がると思います。そして今回、援軍がドラゴンとバルーンなんですけれども、あのゴレ4のゴレホグやるときに、あの相手の敵援軍はドラゴンやバルーン、あのラバハウンドやゴーレム以外の敵援軍の時はゴレ4のゴレホグおすすめでございます。なんでラバハウンドやゴーレムの時あんまりおすすめできないのかと言いますと、ここのアーチャークイーンで援軍を処理していくんですけれども、アーチャークイーンが、長時間捕まってしまって、あのゴレウィズ部隊でのサイドカットと削りが甘いと、他の防衛施設からターゲットを取られてしまって早めに溶けてしまう、あの気絶してしまう、アーチャークイーンがやられてしまうっていう事態に陥りがちなんですね。なので、まあ、今回は初見ではない攻めなので、援軍がドラバルっていうのが分かってますし、あとまあテスラや巨爆の位置が分かってますので、なので今回は、ゴレ4のゴレホグを選択したんですけれども、あのアーチャクイは生き残ってると、まあ、敵援軍処理してババキンも処理して、でなるべくここのウィザードタワーとか他の施設の破壊を任せたいので、あんまりすぐにやられてしまうと結構失敗するっていうことに陥りがちなので、なるべく敵援軍はラバーハウンドやゴーレム以外の時にゴレ4のゴレホグをやるっていうのをお勧めしております。そしてここで、処理いたしまして、こちら側、バーバリアンキングでアーチャークイーンを処理していきます。そしてもう大体処理できたなっていう時に、そうですね、4時側からホグライダーを投入していくんですけれども、今回ホグライダー16体持っていって、初めにここ12体ぐらい投入する予定だったんですけれども、あの自分酔っ払った状態で、攻めまして、結構ベロンベロンな状態で攻めたので、ここ8体しか投入してないっていうのに気づいてないです。なのでものすごく進行が遅くなっておりまして、本来の予定ですとここのクロスボウのあたりにヒールを1発目打って、そしてここのエアスイーパーと対空砲、ここに巨爆があるのでここにヒーリングを2発目先打ちして、ホグライドを守るっていう予定だったんですけれども、8体しか投入してないのであまりにも進行が遅くて、本来の予定とは違ってここら辺の対空砲とか付近にヒーリング2発目落としてます。なのでここの巨爆の位置にヒーリングを落とせずに、ホグライダーが全滅してしまうといった事態になっておりますので、ぜひぜひ、そのミスの方もご覧くださいませ。といった感じで、ホグライダーを投入して、そうですね、やっぱり8体しか投入してないのでものすごく遅いんですよね、進行が。でここのテスラの位置にホグライダーを2体落として、
他でまだ気づいてないです。で、進行遅いな、あれっていうので、イニング2発目落とした時点で、ウグライダー全然投入してないっていうので、こちら側、たくさん投入してるんですけれども、ヒーリングの恩恵を全然受けれてないんですね。あと、失礼いたしました。そして、ここですね。全滅してしまうんですけれども、まあ、アーチャークイーンで、なんとか処理できまして、そして、ウィザードとかも、ちゃんと守るように早めにホグライダーを投入したので、ウィザードも何体か生き残って、全開を取ることができました。そうですね、酔っ払ってたので、なぜだか、時間切れ防止用にゴブリン持ってったりするんですけれども、なぜだか、ババを連れてってるんですね。これ、なんか、酔っ払ってると、なんか全開取れたりできるんですけど、こういった細かいミスが多いんですよね。というわけで、もう一度見てみましょう。はい、1分50何秒とかで全開取れてるんですよね。やっぱり、ボタンの式の、いいところっていうのは、ほんと、スムーズにいくと、時間切れとかそんなないんですよね。2分ぐらいで全開できてしまいますので、ぜひぜひ、皆様、やったことないよっていう方が、いましたらやってみてください。おすすめでございます。そしてこういった感じの四角いベースなどはもうゴレウィズ部隊で半分削っちゃうのをイメージしてください。ゴレウィズ部隊で半分削って、で残りの半分をホグライダーが進行していって、展開していったイメージで進めると、まだやったことないっていう方がいましたら、そちらの方をおすすめしております。はい、といった感じで、そうですね、このウィザードを守るために早めにホグライダーを投入しております。全体通してみるとやっぱり進行が遅いですね。8体しか投入してないと、クロスボウとか全然壊れないんですよね。全然壊れない。あ、やべえ、ウィザードタワーに鍵取られてる、やばいっていうので2発目を落としてるんですけど、位置も微妙で全然恩恵も受けられずに進行してますね。いやー、ちょっとこれは下手くそだな。まあでも、2分以内に全開取れたんで、まあ、よかったかな。よくはないけど、まあ、全開取れたんで、結果オーライという感じで、といった感じで、全開取ることができました。ボタンの式は、こんな形のイメージで攻めると結構やりやすいのかなと、私は思っております。そして、もう一本、自分の攻めの方、解説していきたいなと思います。第5回クラちゃんオーディションの方で、最近よく見る全開対策ベースですね。どうやって、あ、これか。ジョニーさん攻めさせていただいたんですけれども、このベース本当によく見る全開対策ベースでございまして、でも自分、まあ配置、罠の位置やテスラの位置によって編成微妙に変えるんですけれども、だいたいこのゴウィーバ、裏バルと裏ホグのゴウィーバで2、3回ぐらい全開できているので、そちらの方、ちょっと解説していきたいなと思います。今回も申し訳ないんですが、初見攻めではなくて、2回目の攻めなんですけれども、早速見ていきましょう。まずは6時側、ここのテスラ、仕掛けてありますので、まずはババでテスラを炙り出して、で、黒バルを1体投入して、タウンホール級のテスラでしたら、黒バル1体のダメージと、一発分のダメージと落下ダメージで壊せますので、ここ、ババと黒バルで壊していきます。なんでここ最初に壊すかと言いますと、6時側、最終的に言っちゃいますと、ウィザードタワーとアーチャータワーの付近に向けて、裏バルを出していきます。で、その際に、ここにテスラがあると、裏バルがひょっとしたらこっちの方に誘導されちゃったりとかして、遠回りになってしまって、ダメージを受けてしまうといった事態になりかねないので、最初に壊していきます。そして、なんでババをあらかじめ1体出してテスラを出すのかと言いますと、ひょっとしたらここの付近に赤い赤風船ですね、赤い対空トラップがいっぱい仕掛けてあって、いきなり、黒バルポーンと出したらそこのダメージ、罠を吸収しちゃって、でテスラとアーチャータワーのダメージでもうすぐに落とされてしまう、一発爆弾を落とす前に落とされてしまうといった事態になりかねないので、ババであらかじめ、テスラを出して、で、アーチャータワーとテスラのダメージを吸収させてあげて、で、黒バルを出すと。いった感じで壊してみてます。はい。というわけで、ここでテスラを壊しまして。
で、そして12時から2時側にかけてゴーレム・ウィザードでサイドカットと壁の中の施設を削っていきます。ここで意識していただきたいのが、ここの迫撃砲の上の壁を穴開けて、本体を投入していくんですけれども、結構いるのがもうサイドカット終わったらもうすぐに穴開けてもう本体投入しちゃうっていう方がいるんですけれども、そうではなくて、このアーチャータワーとかですね、ここを削るっていうのを意識してから穴を開けてみてください。そうすることによってバルキリーやヒーローが横からダメージを受けなくなるんですね。そうすることによって結構本体バルキリーヒーローが長生きしますので、ちょっと待つっていうのを意識してみてください。そして、こちら側4時側の迫撃砲横から、テスラが出てきますので、ホグライダー3体を投入して迫撃砲クロスボウに、移動していくように意識してホグライダーを3体投入していきます。ここのクロスボウにたどり着けば、本体中央部隊に、合流して、中央の進行がスムーズになりますので、そちらの方を意識して投入してみました。そしてこちら側の十字側の大砲、こちらももう対空砲のターゲットも取られませんし、対空施設がクロスボウとウィザードタワーぐらいなので、ここクロバル1体で壊せるなといった感じで理由で、投入して、この大砲を壊しております。といった感じで、ジャンプ2枚ここジャンプ1枚で足りそうなんですけれども、自分ちょっと怖いので、ジャンプ2枚持ってます、贅沢に。そして6時側アーチャータワーとウィザードタワーがターゲットを取ったなっていうのを見て、クロバルを1体ずつ投入してます。1体でもいいんですけれども、クロバル2体投入すれば、タウンホール9クロスボウ以外の防衛施設は一発で壊せますので、2体投入して早めに壊して、このバルキリーたちが死なないように、なるべく数が減らないようにっていうのを意識して、クロバルを2体投入いたしました。ここね、HP 金庫や、エリクサータンク HP の高い施設が固まっておりますので、なるべく早めに、アーチャータワーウィザードタワーを壊したいなという目的で2体ずつ投入しております。そしてここの7時側クロバル対空砲のターゲットを取るんですけれども、今出ていますが、赤風船ですね、赤い対空トラップが出てきておりますので、ここのトラップちょっと吸収させたいなという目的で、クロバルを1体投入しております。そして、ホグライダーを投入していって、この対空砲を壊す目的で早めに、7体ぐらいだったかな投入して、このクロバルを保護する目的で、ホグライダーを投入しております。といった感じで、あとはもう最後の大砲を壊してお掃除タイムですね。これも、言ってしまうとお酒を飲んで結構酔っ払った状態で攻めてるんですけれども、お酒飲んだ状態で、にしてはなかなか自分自画自賛になっちゃうんですけれども、結構計算できて攻めれたんじゃないかなと思っております。といった感じで、ヒーローも能力残して、ポイズンも余った状態で全開を取ることができました。あれですね、初見攻めではないので、援軍やテスラ、罠の位置が分かっていればこんな感じに、自分はだいたいプランを組み立てて攻めたりしてます。といった感じで、もう一回最後に全体を通して見てみましょう。まずは6時側ババと、クロバルで壊していきます。そしてその間にもう早速ゴリーズ部隊を出してサイドカット、そして、ここのバーバリアンキングも連れてきますので、一緒にバーバキンも処理していきます。そして、ここですね、ウィザードが壁の中の施設を削っておりますので、ちゃんと壁の施設を削っていくのをちょっと待つのを意識して、ウォールブレイカーを投入して、ここですね、壁を開けていきます。そしてボビーバで、ヒーローとバルキリー投入していくタイミングなんですけれども、自分はアーチャークイーン、バルキリー、バーバリアンキングの順で投入していきます。なんでこの順番かと言いますと、バルキリーが先行していってくれて、ババキンとアーチャークイーンを守ってくれるんですね。
で、ヒーリングをかけて保護してあげれば、ものすごい集中砲火を打てない限りは、バルキリーって生き残りますので、自分はこの順番が結構おすすめかなと思っております。といった感じで、はい、ホグライダー3体投入してクロスボウに合流して、中央部隊に合流して、進行スムーズに助けてくれてます。そして、ウラバルを投入して、8時側、ホグライダー、早めに投入して、対空砲の破壊を目指していきます。そうですね。やっぱりこんな感じで、ウラバルとウラホグ使い分けると、結構、こういった感じの全開対策ベースっていうのは、結構全開取れたりできますので、自分はなかなか、これ、あんまりウラバルとウラホグ使い分けて攻めたりとかしてる人、最近、クラちゃんでも、そんな自分入れて2人とか2、3人ぐらいしかいないんですけれども、結構おすすめなので、ね、やってみてください。なのでこれはちょっと個人的には好きな戦術なので、ウラバルとウラホグを使い分けるっていう動きは、なのでぜひぜひなんかこれは流行らせたいなと思っておりますので、やってほしいなってちょっと思ったりいたします。といった感じで、ヒーローも能力残してポイズンも余って、最後真ん中にポイズン落としましたね。はい、ドヤ顔で落としたんですけれども、といった感じで、全開取ることができました。なので、皆様も、ぜひぜひウラバルとウラホグ使い分けたゴイーバちょっと自分は流行らせたいので、やってみてほしいなと思っております。というわけで以上、クラクラ実況局の、ケイスケでした。それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。